こんばんは。間に合った。お仕事終わりました。プーちゃん、どうしたの？何？どうした？しよ。何？何？あ、チリパ消えてたの？あ、そう、ブログも上がりました。ふーちゃん騒がしい。どうしたん？ふーちゃんです。なーに？なに？怖いんだけど。呪われてる？大丈夫？生きてる？生きてるよね。こんな声を聞いたのは初めてですね。こんなに喋ってる、ギフトありがとう。どうしたマジ。何？なんかしたりよ。どうしたの？どうしたのあなたは。しーよ、何を訴えてる？怒ってるの？なんかしたりよ。急なゴリラ。急なゴリラ。ちょっとこのゴリラの正体は明日の朝のメールに送ります。ちょっと明日の朝送るね。このゴリラ、このゴリラの正体伝って。置けないかな、ここに。無理か。あ、いける。このゴリラの正体明日送りますね。飾っておく。飾っておきます。アカリーさんの今日のラテに映ってた。え、本当？マジ？マジですか？ウケるんだけど。ちょっと配信終わったら見よう。まあこの子の正体はあれです。あの、明日のメールが来れば分かります。ちょっと今は言わないでおく。今は言わずに置いておく。そう、ちょっと今は内緒で。明日のメールなんか落ちてくるんやけど。ちょっと明日のメールで。もっとこう楽しみにしてて。この正体
この子の正体明日明かします。抱っこかわいい。ゆうたありがとう。プーちゃん収まったね急に。あれは何だったんだろう、何だったんでしょうか。呪われとったんかな。ウケるんだけど。ゆうたありがとう。初めてゴリラになりたいと思いました。今日リオツの写真集届いた？お、そうなの？あ、HMV だから、あの限定のやつね。嬉しい。あのね、スタジオがね、やばいんですよ。あのスタジオ公演あるじゃないですか。23にスタジオ終わるんですけど、もう7ヶ月ぶりとかだし。フォローありがとう。そう、ありちゃんさんの生誕祭7ヶ月ぶりとかだし、あのリオいつもっていうか、池ちゃんさんのポジションだったんですよ、スタジオ公演出るときは。池ちゃんさんのポジションだったんですけど、23日は池ちゃんさんが出るということは、はいはいはい、なのでちょっと覚えることがいっぱいありまして、頭がこんがらがる。そう、見てる方も忘れてるけど。あれだよ、あのまだ23日のスタジオ公演は今までのスタジオの瀬取りなので、あの新しい瀬取りはねまだです。そう、でもそのなんていうの、この瀬取り、今までやってきた瀬取りのスタジオ公演も多分あと少ないし、もしかしたら23日がその今までやってきた瀬取りでやるのは最後かもしれないから、見に来てください、見に来てください。そう、アリちゃんさんの生誕祭だし、あとヒーターもね初めてのスタジオだし、まあ個人的にリオのポジションも。なので来てください。詳しく知らないのですが、なんでリオちゃんご利用になったんですか。なんかよく最近聞かれるんよ、なんかさ、なんかめっちゃ聞かれるんやけど、なんかもともとリオは普通の女の子よりも握力が強くて、で家族とかから握力が強かったり結構怪力でなんか物をちょっとでも触ったら壊したりするから、あのゴリラって言われるようになって、で
ゴリラとリオを掛け合わせてゴリオになりました。そうそうそう、イケちゃんさんがポジションを変えるのかと思った。なわけないじゃん、イケちゃんさんのポジションなんだから。イケちゃんさん変わったらあれでしょ。同じポジションに重なって踊る。逆に新しい。キャー、そうだからね、ヒータンも一緒に頑張ってる。ヒータンも初めてのスタジオだから一緒に頑張ろうねって言ってる。リオさん助けてくださいって会ったら毎回言われる。リオさん、遅刻全然大丈夫。さあどうでしょう、リオがどこのポジションなのか。スタジオ見に行く、お嬉しい。いやそうなんよ。そうなんよね、最近ゴリオって何ですかってよく聞かれます。ヒータンとヒーちゃんが混ざる。ヒータン、ヒーちゃん。ネタでヒーちゃんにヒータンって言ったらヒータンじゃないって言われる。あ、メーナがお花畑した。ヒータありがとう。受験さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。今日はちゃんとはみ出してない。ちゃんと枠の中でしました。えらい。ブログの写真可愛すぎて待ち受けにした、嬉しい。そう、ブログにあのユニバの写真をいっぱい大放出してる、してるので見てね。ユニバの写真いっぱい載せてます。無法な夢は覚めることがない、涙ならずっと焼き付いてる、叶うことない、願いだからこそ騙し続けられる、気分というなの言い訳しながら、そんな低い方針を見てどうする。かわいい。このゴリラ踊れます、踊れるんです。この子踊れちゃう。夢の国は乗せられないんだっけ。いやもう乗せていい。可愛いでしょ。マジでね、ずっとずっとね、抱っこしてたいくらい気持ちいいんですよ。めっちゃ気持ちいいよ。しかもリュックになってるから。リュックになってるから背負えるんですよ。
後ろは無理だから前リュックリュックウケる。でしかもちゃんとねこうやってファスナーもついてて中に物が入れれるんですよ。すごくない？これでレッスン行ってみようかな今度。ちょっとおはようございますとか言ってこれ下げて、おはようございます、ちょっとリオツの頭おかしくなったって話題になるからちょっとやめとこう。見かけたら見て見ぬふりするでしょ。これでさ街歩いてたらさちょっと警察来ちゃいそうだな、あの子やばいみたいになるだよね絶対あの子やばいってなるよね。それだけは嫌だ、僕は嫌だ。かぶった。でも携帯とかなら入るよ普通に。これスマホケースだけど。おー、いや全然余裕で入りました。リップとかもいける、リップとかもいけますね。串もいけるんじゃない、串も、あギリ、あちょっとはみ出るちょっとはみ出るけど、あ押し込んだらいけますね、押し込んだら、え思った以上に入れれるかもしれない。ちょっとこれはちょっと実用的ですね。日焼け止めとかをえ入れれるよ、すごいんだけど、見てほらいっぱい入れれるよこれはすごい。クラッカーとかも入るよ。はい、すごいよ、これはいいね。これえこんなに入るの、ヘアアイロンはちょっと無理かなすごいねこれね。リオのお財布、紫と黄色、ペアライトから、これも、あ入るよ、全然入るよ、まだ余裕です。ワイヤレスイヤホンもワイヤレスイヤホンも入ったよすごくない、ほらめっちゃ入るんだけど見てちょっと溢れ出しそうだけど、ほらちゃんと閉まった、見てこれいっぱい今ここに、今背中にいっぱい入ってるんですけど物がね。あずみんも入りそうあずみんこの中入れるよ絶対絶対入れるよ。あそう今日久しぶりにあずみんに会った、おひさーってなりましたあずみん久しぶりに見た、あずみん生きてましたよちゃんと、おひさーってなった。えすごいなこれ、めっちゃ入るじゃん、ドラえもんのポケットみたいじゃん、すごくない？実用的だ。でまあこの子の正体は明日のメールでじらすじらすから明日お楽しみに。あずみに写真集あげた、あげてない、まだあげてない。
クショタイム。手がかわいい、手がかわいい、キャー、見ないね、ないない、バーご両パワー、うほうほ、心がしびれるくらい愛の重さ戻れちゃいますよ、この子。愛の重さ初めて分かった、君の気持ち背負ってみて死んだ、心がしびれるくらい、なんかまるで世界へたれたちよ、ズンズンズルルン、あーあーあーキレキレ、サイダーショーツチャカンバチュチャ、キレキレですね。プーちゃんめっちゃ静かになったんだけど急に。確かにスタジオ出れるよ。スタジオ入る？スタジオ入れるね。スタジオ入れるよこの子。ウケるんだけど。おもろすぎる。うん、歌も歌えるよ。雪解け間近の、そう、歌もダンスもできる。会社帰りの車の中、ありがとう、疲れ、そうだね、大好きな人、大好きな人、幸せになれ、うー死ぬドキュメンタリーフィルム、誰の目にも触れないドキュメンタリーフィルムを、表情、表現力もあるから、表現力もあるよ。おもろい。フォローありがとう。いや、センターいけますね。センター狙えるよこの子。3.5 期です。3.5 期生ね、 3.5 期生です。ウィッチーズウィッチ戻りますよ。ウィッチーズウィッチ、どっちも取るか選べない、順番をつけたからいいの、あなたも彼も愛してる、感情を分け合えない、何も言わずに掴み取り守ろうか、どっちつかず、イナバウアもできる。夢時間、夢時間の創世、おーおー、いやー、そうですね、ライバルですね。ライバルが出てきましたよ。フォローありがとう。キック死ぬ。ツンデレ、だって私ツンデレ、冷たい目を見逃して、心の中いつだってあな
足短いそれな足短すぎてかわいそう。こんなにダンスも歌もうまいのに足が短いかわいそうかわいそうだね。表面張力あやば55キリキリさよならがいいのよ強がって褒めな涙の涙が褒めする君は少しずつ黙ってるその胸の悲しみが慣れた瞳に降るそばで瞬きさえもできないくらい息も涙も認め合って動けなかった。愛とは表面張力キレキレですね表面張力も踊れちゃうよダンジョンリバ衣装黒真っ黒。13位福山のタコさんありがとうございます。12位日傘のタッキーさんありがとうございます。11位佐野木牛さんありがとうございます。10位シャガラピーさんありがとうございます。9位ラクラクさんありがとうございます。8位ルカさんありがとうございます。7位シュウさんありがとうございます。6位ゆずきちさんありがとうございます。5位カーブズキシ君さんありがとうございます。4位よしここ君さんありがとうございます。3位ひいらぎさんありがとうございます。2位すずかさんありがとうございます。1位はドゥル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 パンゆうゆうさんありがとう。ありがとうありがとうございます。ちょっとまだ正体不明のこの子ですが明日のメールではわかるのでメールをお楽しみに。お話し会の受付が明日の13時までです。皆さん13時までです。10月17日。ね、今回早いよね。1位ゆうゆうさんありがとうございます。大阪の4部5部確保した嬉しい。ラボありがとう。はい、お話し会の受付がね明日の13時までなので、あの12月8日のリアル大阪追加枠された 5時間目もまだ申し込みができるのでぜひ来てください。フル完売したいのでお待ちしております。あとオンラインは11月だけ、あともう最後11月が最後なのでオンラインはね、オンラインは11月のオンラインは3時間目がおすすめです。あのアルバムのお話し会もねあとちょっとになってきたのでぜひぜひ来てくれると嬉しいです。リオと話そうね。ハロウィンのグッズ届いた。早いね。あ、5時間目申し込んでありがとう、嬉しい。それではバイツーン、またね、バイバイ。お話し会待ってます。